はい、皆さんこんにちは、グラバーティストシンです。今までもね、こう中華街の貴賓室でこう撮ったこうアレンジの作り方の動画を皆さんにこうお見せしていました。コメントを入れてお見せしていましたが、ちょっとね、やっぱりニュアンスがね違うんですね。なので、こうニュアンスどうしたらね、皆さんにこうニュアンスが違くなくて伝えられるかと思ったら、やっぱり僕がこうコメントしていけばいいんじゃないかと思って、今日から始めてみました。もうね、早速動画が回ってますけど、今ね、これ桜の太い枝をこう長さを切り揃えるというか、アレンジの長さにこう切ってるところですね。結構踏ん張って切ってます。僕今ちょっと手が腱鞘炎っぽくなってるんで、切るのにちょっと苦労してましたね。今それでこれは、今店員さんが撮りました。こちら中国の方でね、結構美人の方なんですよ。今ね、こう枝をあれしてるんですよ。こう向きを見てね、どっちの向きが桜が一番こう綺麗に見えるかを見極めてます。それでいらない不要な枝を今切り落として、また長さをね、長さを今こう短くして、アレンジの長さにしてますね。刺すか、よし、刺した、刺しました。これでだいたい一番桜の大きい枝の綺麗に見える角度を、決めて刺したところですね。で、先にほど切った脇枝もこれから、刺していきます。今右側にこうアレンジの右側にこう桜をもう一本刺しました。こういうふうに大体桜とかメイン花材がある場合は、桜でこうアウトラインをね構成していきます。で、桜の大体こうアウトラインが今決まりましたね。そしてここでレザーリッファーをね、入れて、こうフォームががっつりこう見えちゃってるんですよ。そのフォーム、見えてるフォームをこう覆い隠してるんですね。これ後々やると結構面倒なんで、だいたい先の方でやった方がいいです。アウトラインがだいたい決まったあたりのところで、レザーリッファーを入れていくと一番ちょうどいいポイント、タイミングだと思います。はい、ここでユリを取り出しましたね。で、今ユリの、ね、葉っぱを取ってます。ユリの葉っぱってサシいっぱいついてるんですよ。そのユリの葉っぱを、少しこう間引いていかないと綺麗に見えないんですよね。なのでユリの葉っぱを間引いて、ユリの花が咲いた時に綺麗に見えるようにしてます。今回このユリはもう葉っぱが結構四方八方に向いちゃってて、全然こう定まらないんで、アレンジが、ほとんど取っちゃってますね。花だけに刺してます。見てると分かると思います。結構四方八方に散らばってますよね。なのでこれを切って取って刺してますね。で、このユリを刺した時にユリは開花するとだんだんこうインパクトが出ます、花材としてはね。なので、咲いた時のことを想定して刺していきます。はい、今見ました見ました見ました。かっこいいでしょ。ストレッチャーの葉っぱを半分裂いてますね。これを裂くことによって、なんていうんですかね、ストレッチャーの葉っぱって結構こうインパクトが強いですね、両側にあると。それで、まあ、例えばそれがスパッと全部はまっちゃうんだったらそのままでいいんですけど、半分にした方がシャープでかっこいいという時は半分裂いていきます。今やりますよ、もう一回やりますよ。ほら、やった、超いいね、超かっこいい。で、今溜めてますね、溜めてます、溜めて、このストレッチャーの葉っぱにカーブをつけて、でそれからアレンジをします。はい、またやりましょう。今回はストレッチャーの葉っぱは全部半分に裂いてます。ところがこれね、ストレッチャーの葉っぱのどっちを裂くかっていう、片が両側があるじゃないですか、片が半分裂いてるわけですから、どっちを裂くかによって印象が変わりますので、この入れる方向によってその裂く側を決めましょう。はい、今はここでアルストロメリアをね、
取り出しましたね。アルストロメニアは今回は低く刺してますね。スタッフの方が続々と出てきてます、まあ、結構ねリアルタイムで、リアルタイムでというかこう意気込み現場でやってますから、こういう模様というのは常にありますね。はい、またアルストロメリアを取り出して刺しています。さっきも言いましたがアルストロメリアはこう低めに今回は刺してますね。これはね高めに刺すか低めに刺すかはそのアレンジの形とかによって違ってきます。今回はまあユリが結構入ってますよね。なのでユリのインパクトが強くなるからアルストロメリアと最初的にユリが咲いた時にアルストロと喧嘩しちゃうんですよ。だからその位置をこう変えてますね。今白い紙に別に住んできたのがこれコチョウランですね。このコチョウランは他の飾りと一緒に包んでくると傷つきやすいんで別梱包で持ってきてます。でここで実はこのストレッチヤの咲いた方の葉っぱをアレンジに入れ込もうとしてるんですよ。してるんです。すごい頑張ってるんです。で今ね実は入れ込んで中はすごいいい雰囲気になってるんですよね。ところがちょっと待ってこれどうしたっけ、ちょっと待って、そう入れ込んでて多分ね僕ねこれ外してるんですよ。っていうのが、ここは品質1週間このお花を持たせるんですね。その時に、まあ、ここ今だけのデザイン性を考えたらこのストレッチャーの葉っぱはいいんですけど、後々ねやっぱりどんどんこう水がもらえてない状態なんで、カサカサになっていくんですよね。それを、ちょっと考えて多分取ると思うんですよ。ここからこのまま進むのかな。あれのもう一本出ましたね今ね。これ取らなかったのか。今ね、コチョウランを2本入れたんですけど、この形がね、どうも気に入ってないんですよね、本当ね。なので、入れ直してます。このコチョウランのこういう大きい花って、その花だけで随分とアレンジ自体が変わっちゃうんですね。なので、ここはすごいこう最後、苦労してコチョウランを入れてるはずなんです。でね、この最後の一本のコチョウランは結構迷ったと思うんですよね。最初こうやって前に入れてんですよ。なんですけど入れてんだけどここで収まんないはずなんだよな。なんかこう下に垂れてくるのが重すぎてすごい嫌になって外すんですよ、こうやってね。でこっから結構その現象があっちこっちどこ刺しても起きてきて割とねこの時本人迷ってます。なかなかね僕迷うことないんですけどこの時のこのパレノに関しては結構迷ってるんですよ。まだこれじゃ済まないはずなんだな。ほらまた外したでしょ最終的にここで落ち着くんじゃなかったっけな。ほら落ち着いたかな。でユーカリをサインに入れて、やっぱストレッチャーの葉っぱは取ってないんだね。ああ、多分こう中でこううねうねと中にかっこよく入ったんですよ。それで途中で水もらえてないから取ろうかなって考えてたはずなんですね。ただそれが
確か出来上がりじゃね、あまりにかっこいいから撮らなかったんだね、この時は。いろいろとね、こう意気込みしながらそういうことをこう常にね考えながらやってるんですけど、まあ本当にこうリアルタイムなね、こう自分の考えとともに意気込みって進んでいくんですよ。だからこれも最初からこの形にしようなんていう頭は全くなくて、この桜の枝をねさばいた時からこのどういう形にするかっていうのはどんどん頭の中で変化していって、常に考えながらいけてるはずなんです。お、終わりましたね。これで全体図を取って、皆さんいかがだったでしょうか。なんかね、やっぱりこういうリアルタイムのリアルタイムのとか意気込み、まあ、意気込みね、現実の意気込みというかは面白いはずなんですよね。でなかなかね、多分僕もすごい迷っていける時もあるし、さっきの誇張欄なんかもそうなんですけど、そういう迷いポイントとかね、そういうのが分かると、多分ね、同じ現場というか同じ迷いが生じる時があると思うんですよ。そこの時にこれを思い出してもらえれば面白いと思います。だからなんかこのね、リアルタイムの現場のこのコメントというか、こういうやり方は、まあ、ちょっと今後もやっていこうかなと思うんですけど、まあ不評のようにしたらやめますけど、では今日はこちらで僕の意気込んだ気品質の動画を終わりたいと思います。ではまた See you next time。 はい、フラワー TV では皆様のチャンネル登録を募集しております。チャンネル登録はこの画面の中にあるチャンネル登録お願いしますというところをクリックしていただけるとチャンネル登録をすることができます。またスマートフォンの方は下にチャンネル登録というとボタンがあると思うので、そこで押していただけるとチャンネル登録をすることができます。それでもわからないよっていう方は下のリンクにチャンネル登録がこちらっていうところがありますので、そこをクリックしていただけると確実にチャンネル登録をしていただけることができます。チャンネル登録者が増えていくとできることもたくさん増えますので、ぜひよろしくお願いいたします。ではまた次回お会いしましょう。 See you next time!